PK の結果ここで PK のヤンプルです。はい、今日はですね、ラブの2人なんです。今日は何をするかと言いますと、2人のお気に入りのリップを紹介したいと思います。イエイ。お昔にやったんですけど、最新版だと思って見てください。はい、それでは行きましょう。 PK チャンネルスタート。じゃあまず私から、私はプチプラのリップを紹介していきたいと思います。最初にこちらです。おっ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 ぱカンドムスタイオピュカラーリップペンシルです。これは結構暗めの赤です。ほら見て、ちょっとね、魔女みたいなの。これは多分韓国コスメです。結構安かった、1000円くらいだった気がします。ツルハシのお店で買いました、どこかの。続いて韓国語ですから、やばいな。ラブスリーシーイーベルベットリップスティック、さっきと同じ感じなんですけど、これはめっちゃマットなリップです。結構落ちにくいです。かわいい。続いてこちらです。じゃーん、 3C のこんなウォーターティントです。めっちゃ真っ黒に見えるんですけど、実はかわいい赤です。手に塗ってみます。こんな感じ、結構明るめの赤です。これもあんまり落ちないからいい。でもめっちゃ水、グラデーションとかにするのに結構おすすめかもしれない。私が紹介したのは韓国服ですね。 3C チュートハウス、韓国好きなの。そう、韓国コスメめっちゃ好きです。なんか色がジャストで好きなのが多いですね。トレーニングさんとか安いですね。そうそうそう、だからめっちゃ使いやすいです。本当にそうだね、そうだね、そうだね。次行きましょう。はい、次はアポが紹介していきたいと思います。デパコスです。デパコスって言ってちょっとね、ちょっとお高いのお気に入りを紹介していきたいと思います。1つ目はシャネルルージュココグロス728番です。これはですね、友達に誕生日プレゼントでもらって、一番好きな色選んでって言われて、これめっちゃピンク、グロスだから最後の仕上げ薄いの、でもめっちゃいいの。アポかわいい、めっちゃ薄ピンクがかわいい。アポ赤とかしか使ったことなかったんですけど、最近ピンクに目覚めてね、使ってます。これもう本当に一番薄かったかな、この中では。めっちゃいい色です。続いて、はい、これです。2つ目はジェルスチュアートリップブロッサム38番です。これもね、またピンク系かっていうピンク系なんですけども、まあピンクなんでかわいいなと思ってピンクにしました。ちょん、変化がわかんないっていうくらいピンクですね。薄いピンクが好きなんで、塗ってるか塗ってないかっていうピンクが私好きなんで、この色にしました。めっちゃいい。はい、はい、これは3つ目ですね。ディオールアディクトリップグロー001番です。これはですね、リップ下地になってます。ピンク色です。塗ってみるともう何、ほんのり色がついてめっちゃナチュラル。だからピンメイクとか学校メイクとか、そういうナチュラルに、本当にナチュラルってなった時にはこれを使ってます。全部ピンクだったりみんな似てるんですけど、これがおすすめです。はい、私はこの3つを紹介しました。で、ここら辺はめっちゃ高い、まあ、高校生にしたら、学生にしては高いので選ぶのにめっちゃ時間かけました。なのでいつも使ってる、これは本当におすすめです。これはリップ下地として使って、でこれを最後グロスとして上から重ねているので、全部仕上げに使いやすいです。それでは全部紹介し終わりましたね。はい、どうでしたでしょうか。少しでもね、参考になれば嬉しいなと思います。思います。この動画が良かったと思った人は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。以上 PK でした。バイバイ。